シルビオカトールは、ハイチの男子陸上競技選手。1928年アムステルダムオリンピックの銀メダリストである。カトールは、ハイチのラシンクラブアイテアンに所属するサッカー選手であったが、1924年パリオリンピックでは陸上競技の選手として出場した。しかし、結果は、総高飛びで15位、総幅飛びで12位という結果に終わる。カトールは、 4年後の1928年、アムステルダムオリンピックにも出場した。総幅飛びで7メートル58を飛び、アメリカのエドワードハムに16センチメートル及ばなかったものの、銀メダルを獲得した。ハイチの選手で金メダルを獲得した選手はおらず、カトールがアムステルダムで獲得した銀メダルが、オリンピックにおけるハイチの最高の成績となっている。 オリンピックの1ヶ月後、カトールはパリにおいて総幅跳びで7メートル93の世界新記録を樹立。この記録は79年経った2007年現在でも配置記録として残っている。カトールは1932年ロサンゼルスオリンピックにも総幅跳びに出場したが9位に終わっている。カトールは1946年に ハイチの首都のポルトープランス市長に就任。彼の死後、ポルトープランスに当人の名を冠した多目的スタジアムが設立され、1958年には彼のオリンピックの銀メダルと世界記録30年を記念して7種類の切手が発行された。彼の功績を称える形で多目的スタジアムスタットシルビオカトールが建設されている。ありがとうございます。